攻略のダンジョンって草原の島と東の方にある洞窟よね。ああ、今行けるのはその2つだけだ。どっちから攻略する？扉に鍵がかかってるな。もしかしたら前に書物と一緒に開けられるかもしれないよ。ああ、やってみるよ。お、開いた。これで先に進めるな。よし、早速ダンジョンの中に入った。Thank you.
調子でどんどん倒しちゃおう。この先に進むとボスが。このままボスに挑もう。わかった。みんなでボスを倒そう。
見たか俺様の実力。足手まといにはならないからね。やったアイテムゲット。これが気流装置きためのアイテムね。回復するぜ。てい回復するぜ。やっぱり誰かにつけられてるな。え、本当？さっきからキリト君、索敵スキルを全開にして。なあ、プレイヤーどころかモンスターも引っかからない。じゃあどうしてそう思うの？なんとなくそんな気がするんだ。でもこの辺には誰もいないみたいだよ。そっか、ならいいんだ。でもルイは怠らないようにするね。まあ頼んだ。キリト、今回もユイがナビゲーションピクシーで情報担当、私はバトルでサポートするからね。ああ、頼りにしてるよ。姉妹揃ってサポートしてくれるね、心強いな。任せて。心細い時はキープしてキリトの心のケアするよ。気持ちはありがたいんだけど、抱きつかれるのはちょっと恥ずかしいというか。ユイはキリトとアスナの子供でしょ。私はユイの妹、二人の子供だよ。恥ずかしいことなんてないよ。いやでもユイと違って大きいし、正直子供に見えないというか。私がちょっとユイより体がメリハリの効いた体だからって姉妹でエコヒーキだよ、パパ。パパ他の人に変な誤解されちゃうだろ。いつもみたいに呼んでくれよ。どうしよっかな。パパの心拍数が上がってる。本当は離れた方がいいんだけど、もっとギューってしたいし。裏を見てみよう。バトルサポートだけに専念してもらわないとこっちの身が持ちそうにないぜ。